確認したんだけどな。毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあ、ほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。あと、特別許可権を一定数消費すれば、午前中の刑務作業を免除してもらって、時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって、特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。おやすみ、旅人。明日の調査はうまくいくといいな。何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。もしかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか？それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピデ要塞に持ってきてて本当に良かったぜ。で、どんな夢を見たんだ？タルタリエの行方が分かったのか？そっか。でもこれから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのはオイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた看守のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。さっさと仕事に取り掛かれ。パーツを持ったままブラブラするんじゃない。
でも仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったからちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。おい、シー何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。うん、頼んだぞ先輩。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた？まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へっ、脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行った奴がいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんな奴見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする。おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。
君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった。それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。さすがだな。報酬の特別許可券だ。受け取ってくれ。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。進展があればいいんだけどな。さあどうするんだ。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからね。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可権が急ぎで必要なのか。そうだな。オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。
よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ、話す気力すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んぎゃ。これなんだよ。おいらのご飯なんで、お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローアンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから、こっちに出すな。あれ、あそこにいるのウォルジーじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルジー、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジー、すごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして何か隠してたんじゃないのか。そうだな、他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする。お、変わった人が何人かいるなっていうのには前から気づいてたぞ。
とも、あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません、あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって、どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。公爵様の目に映る私はさぞかし無能なやつなんでしょうね。まずはつい緊張してしまうこの悪い癖をなんとか直さないとですよね。眺めね、高いところに登れば敵の位置が一目瞭然だわ。ここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。
旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え？これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは、特別許可権を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。ちょっと怪我しちまってな。なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部シグウィンさんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え、医務室に誰もいなかったのか。ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな、シグインはいつも仕事熱心なのにこんな時間にどこに行ってるんだ。別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。いたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリオジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリオジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。Thank you.
別許可券ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモナが好きだからって、さすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか？いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。え？なんでいきなり特別許可券をくれるんだ？あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可券は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひっ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ？これまでの調査って収穫があったって言えるのかな？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べみと。また新しい一日か。今日こそ調査に進展があればいいんだけどな。さあどうするんだ？たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。いやあ旅人、また挑戦しに来たのかい？今度こそ特別許可券を十分持ってきただろうね。よし、それじゃあ準備してゲームを始めよう。コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。
やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だから、ゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば、報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか？十分な特別許可権を持ってるなら、適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ、別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていうのか？ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？おい、本気か？嘘だろ。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。ずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。また新しい一日か。今日こそ
調査に進展があればいいんだけどな。さあどうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か？それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいや、いいんだ。こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました。いいんですね？一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。おい旅人パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？おいらまだ寝てたいからお前が行ってきてくれ。おお、昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。うわあ、何なんだお前、大丈夫だったか？オイラに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色、ちょっとヤバくないか？うわ、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かった。
ウギ、こっちに近づけるなよ、嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。さあ、どうするんだ。欲しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。